ガーシーが捕まるちょっと前まで、最初の頃はガーシーの記事って出てたんだけど、ある日突然文春からガーシーの記事が消えるんですよ。なんでですか？なんでかっていうと、ガーシーが文春の記者の名刺を晒したんですよ、ネットで。そしたらガーシーって謎の支持者がいっぱいいるんですよ、あいつは正義の味方だみたいな思ってる人たちがいっぱいいて、だって選挙で通っちゃったんだから、すごくないですか？すごい。なんだかんだ言ってね。でその人たちがその電話番号にグヤーかけるんですよ。許せねえ文春みたいな感じでドーってかけて、仕事できないような状態になったことがあるらしくて、下手するとうちら襲撃されちゃうかもしれないぐらいのガーシーの支持者ね。トランプ大統領が、トランプの支持者が議会を襲撃したじゃん、ホワイトハウス。あれだって前代未聞のことなんだけど、ガーシーも、昔のビートたけしさんみたいに、たけしさんフライデーの編集部襲撃したからね、そのまんま東さんとかね、分断連れて襲撃したから、そんなことやりかねないと思ってんだよ。だから人たちは言うても別にヤクザじゃなくて、ただのサラリーマンだから、文春が一番嫌なのは、社員が週刊文春の仕事したくないっていう状態になるのが一番怖いんですよ。社員側は守られてるのに、こう自分がやられて嫌なことをやってるわけですよね僕はだからその社員の人たちも、それを自分も同じようなことされたら嫌でしょって話をずっとしてるわけですよ。だけど孤立面だった、みんな文春からとか攻撃されるのも怖いから、でもこれ箕輪君が言ってたんだけど、仮説なんだけど、ガーシーぐらいやりきって攻撃すると返り討ちに合わない社内でブラックリストに入ってるらしいんですよ。ガーシーはもう扱うな、 PV 取れるかもしんないけど、部数出るかもしんないけど、やめとけとっていうぐらいになってるらしくて、それが今どんどん増えてる感じはしますよね。ただ村西徹さんとか、怖いもん何もないじゃないですか怖いものがない人たちが、しかも力ある人たちがゴリゴリやっちゃってるんで、特に高須先生とか松浦さん金もあるし、文春ひとたまりもないですよ。それはこういう力を持った人たちがこう攻撃していくと、文春潰れたりとかしないんですか？すごい一等地持ってたりとか、さまざまな資産があるので、そう簡単には潰れないんですよ。それ切り売りしてやけいいんで、でも暴露はし続けるんですね。いやだからそれが面白くて、社員株主の会社になってるから、社員の中から選ばれるわけですよ、幹部の人たちも。あんな大衆三流ゴシップ誌でもうやめちまえみたいに思ってる人たちもいっぱいいるわけです。要は記事の中身なんか誰も見てないわけです。だから性加害疑惑が書いてないよとかどうでもいいわけですよ。石田純一さんが不倫は文化だって言ったみたいな話です。言ってないんだよ。え、言ってないんですか？言ってないよ。言ってないんですよ本当に。見出しが事実となってルフして様々に複製されてくっていうものなんですよ。まあ、俺なんかは例えば女は金についてくるっていうのがキャッチフレーズですごい言われたんだけど、これもライターさんが考えた見出しなんですよ、そう。内容は単純にお金を稼ぐでもいいし、何か自分に自信をつければ女性を口説くなんていうことに対しては、俺は顔は悪いしとか背低いしとか金持ってねえしとか、みんなぐち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 言いながら言い訳をして告白とかできないんだけど、一つでも自信ついたら女性に告白なんか簡単だよみたいな話を書いてたんですよ。一番手っ取り早いのは金稼ぐことだよっていうふうなことを書いていたんです。バカでもできるよみたいなことを書いてんだけど、それをライターさんがね、見出しに女は金についてくるって書いたから、それが一人やっちゃって、あいつは女は金で買えたからってなって、うわー言われましたから。でもそれは PV 狙いもあるし、昔は週刊誌部数狙いってのがあって、でそれでやっぱ本もめちゃくちゃ売れたわけですよ。だけどそういう風なマーケティングをするとどうなるかって、バカが来るんですよ。